お疲れ様です。それでは第39週目の見通し、こちらの方をお話していこうと思います。39週目は9月の23日、そして27日までの5日間でございます。23日が祝日に当たるわけなんで、日本は休場です。 ですね、賞味24日からの4日間しかトレードできる日はないかなというところですけども、38週目に比べて難易度はグッと落ちますんでね、取り組みやすい1週間になるかと思います。まあ、それでは月曜日からお話していきます。月曜日はご覧のように日本の市場がありません。トレードはできますけども、ただやっぱりね、えー、お休みになる方が多いと思いますので、普段の月曜日のようにはいかないと思います。 あと、38週目のね、寝動きがだいぶこの月曜日で落ち着いてくると思いますので、午後からは割とトレードしやすい環境になることが予想されますけども、まあ、他の予定がある方はね、そちらの方を優先していただいて、こういうふうに片手落ちといいますかね、えー、日本市場が休みとか、逆にアメリカ市場が休みっていう日はあ、お休みになるのも一つの手だと思います。月曜日はそんな感じで軽く見ていってください。その他の材料は特にありません。で、火曜日になりまして、 今度は火曜日が一日中、アメリカも日本もね、えー、特に材料ありませんので、そのまま月曜市場を引き継ぐことになると思います。それが水曜日も継続されますんで、グルーピングとしては月火水っていう形になるかなと思いますよね。水曜日には新築住宅販売件数が発表されます。これが結構ね、強いインパクトを持って、金利にも関係しますんで、ここは見ていきたいですね。 で、えー、同じように26日木曜日の朝は日本からも材料が出されますので、うん、やっぱり木曜日から始まるマーケットっていうのはね、えー、ちょっとこう重くなってくると言いますか1週間のうちでも難易度が増すというふうに考えてよろしいかと思います。 で、そのまま GDP の改定値が、確定値ですね。確定値が夜アメリカから出ますんで、金曜日は金曜日単体のマーケットになると思います。ちなみにこのパウエル発言もありますんで、ここもちょっと注目ですね。え前回の FOMC の発言の修正が出る恐れがあります。で、そのまま金曜日に行くわけですけども、金曜日自体はね、デフレーターが深夜に出るぐらいなんで、えー、おそらくね、木曜日と同じぐらいの難易度で取り組んでいけるんではなかろうかと思います。 えー、ということでね、月曜日にマーケットを確認して、早ければ月曜日の午後から、そして24、25、火水というのは、十分トレードに適する日になります。それから26、27、木曜日、金曜日ですけども、こちらの方も午前中の、えー、相場の整い具合を見て、まあ、お昼ぐらいから、ね、仕掛けていけるんではなかろうかという見通しですね、はい。難易度はぐっと落ちますけども、ただ祝日があったりとかね、それからこう各種材料が少し出ますので、特に 月火水というグループと木金というグループこの2つに1週間が分かれることを意識して材料の方を確認していってください。